お疲れ様でした。お疲れ様です。タブーな日々、ゴブーでございます。ゴブーでございます。はい、今日の出演者はどうぞ。山本貴弘、そして北脇優斗、そして松田光平です。松田光平は今日お誕生日です。おめでとう。お祝い始まった。何歳だったの？21です。21、はい、若い。わー、すごい。何してた去年は？去年聞く、まあ、今日は一緒にいましたからね。でもね、去年は何してた？踊ってましたね。あ、そうなの？いろんなところ。来年はどこで踊っていく？やばい、まあ、ここら辺。あ、なるほどね。狙っていく。そうやんね、やっぱ21歳になったら何か変わる？いや、変わらんか。何も変わらない。いや、でもなんかちょっと20より老けた感が。あ、何歳？僕18です。若っ。若いな。20ってなんか違いますか、やっぱり。18、19と20違う。それちゃうよね。そらね、全然ちゃいますよ ね。山本さん何歳ですか？あれ29。29。まあまあいってる。ちょっと待って、ターキーと山本さん一回りぐらい違うの？もや。でも僕、山本さん入った時にすごい若いなって思いました。そんな結構分からんよね、はい、年齢。あ、すごい。だから僕近いんかなと思ってました、すごく。ああ、そう、年な。分かる。本人が近いから本人が言ってる。精神年齢がもう同じぐらいやから。やばいよ、何も言わへん。精神年齢同じぐらいやから。何も言わへん。でもたまに言われるわ、うん、やっぱりちょっと若そうに見えられる、うん、いや、見えますよ。めちゃめちゃ若そうです。若頭ですもん。助かる。でね、さっきからね、ちょっと私の後ろからすごい視線を感じるんですけれども、ちょっとカンカン言うてるわ。あの、ちょっと映ってもらっていいですか？え、山本さんもこの若手2人相手するのに限界なんですか？もうそうですよ。浩平さん、浩平さんって言うね。浩平君と浩平さんです。浩平さんって言われるの嫌。浩平やからです。別に浩平さんで、浩平に浩平って言われるの嫌。そうそう、名前が浩平なんです。俺の弟も浩平って言うね。それ言うて大丈夫。言うてんやつ。大隈さんのなんかあったな。いっぱい女浩平。俺の4人の浩平みたいな。おめでとう、ハピバー。ハピバー。よかったな。いくつだった？21。さっき聞いた。去年何してた？さっき聞いた。同じや。さっき聞いた。ほんで、ね、もう真面目に答えねえ。やっぱ家で帰ってもあれ、お祝いされるの？いや、そんな、まあまあ、誕生日だねぐらいです。ああ、そんな感じ。弟や妹や兄貴やお姉ちゃんは？そんな感じです、ね。妹がいますね。ああ、なるほど。あ、妹んの？妹は、何歳や、十何歳かです。うん、十何歳かね。今高2です。高2の妹がいるんぐらいかな。あ、そうです。めちゃ祝ってくれんちゃうんじゃん。いや、今修学旅行行ってるんです。おらねんな。おらねん。いや、おらねんな。 LINE だけ来ました。あ、LINE はちゃんとくれるんや。かわいいな。お兄ちゃんお誕生日おめでとう。お兄ちゃん お誕生日おめでとうって言われんの？あ、まあ言われます。変なことやったな。今のもう一回聞くべきでもなかったの？何かもらったりしたんですか？あ、やばい。何が？ちょっと恥ずかしい。どうしよう。これは見せていいんですか、ね？大丈夫ですよ。アスカさんから。はい。誰？あ、プレゼント。ちょっと待って。アスカさん誰って言われた。私、私。ハロウィンしよう。そんなことしてんの？え、何？マジで？え、します。人たらしや。マジ人たらしや。え？人たらし。チャラいで。私、山本さんと小判さんだけ何もあげたことない気がする。お前もらったことないで、俺。俺もないで。あれ、ほんまにこの二人だけ何もあげてない気がする。なんでやろ。いや、私、劇団員には結構なんかお金とか。そんなに人たらすの？え、違う。たら、たらすんじゃないですよ。平成元年生まれで恨みでば。お前、ナイフしやぞ。え、違う。え、ほんまや。え、なんやこれ。もろか、ないとしやで、そこ。あと、川原だもん。あと、川原も。原さん違う。原さん違う。学年1個上やから。もうこの年なんて関係ないよ。もう関係ない。そう。で、そのお誕生日の話ばっかりしてますけれども、はい、稽古動画なんです、これ一応。あ、そうかそうか。おめでとう動画じゃないんです。おめでとう動画じゃないんや、これ。ゴブーです。ゴブーやんね。今日の稽古なゴブー。誰や、数え方言うたん。考えて言うとったやんか。最初は数え方なんか1回目に 3回目ぐらいまで見ましたけど、毎回これに触れてるでしょ。触れたあれ、考えたら誰やみたいな、ボソそれ毎回言うん、山本さんなんですよ。毎回山本さんが言う。今日は言ってないよ、だから。言ってないですね、うん、今日は言ってない。慣れた頃にご本人登場。
地獄やわろてんのターキーだけやさあね、今日の稽古の、ね、進捗はまあね、はい、やっぱね、あの今日はいない人もいたんで、そうそうそう、代役で入ってくれて、ぎこちない感じでやってくれました先輩台本がない、台本がないですもん台本ないもんね、めっちゃおもろかったな、面白かった、台本ない中結構ややこしいとこに掘り込まれてずっとこれねでもどうしたらええねん僕やんな、いやそう、ほんだ、誰役かどうか分からないですからね、まずも、まず分からんもんな、はい、誰役かも分かんないですからね、本当に2回言うたで、うん、2回言うたですね、まあ、そんな感じでね、はい、まあ、ちょっと今日は人いなかったんで2人も手伝ってくれて、そうそう、使った、また来てね、はい、毎回来るよね、でもね、いつも来てくれるもんね、毎回来るね、うん、また来てね、日置きだけ来へん、まあ、そうですね、今日が約決まって2回目の稽古ですか、そうっす、そうかそうか、もう、うん、まあ、まだ2回しかしてない、前が結構前やったから、うん、前回結構前1週間前、いろいろもうね、いろいろやってた、その間にほら結婚パーティーとか挟んだから本番挟んでるから、めっちゃ前の気するわ、めっちゃ前だよマイコガレも挟んでるから、マイコガレもすごいな、なんか、なんですか今日、だいたい8割ぐらいまでザッと行ったんですか、もうでも、ね、本で言ったらもう、まあそうやな、8割ぐらいすごいな、そうや、すごいスピードで進んでるザッと、ね、外枠だけ、そう、外枠だけ、なんとなくつけなんとなくね、明日、明日結構あるよ、まあ、明日で難しい話ですね、そうですね、うん、めちゃめちゃ読み込まなあかんね、いや、そうなんですよね、なんか今日あるシーンでみんなが、うん、なんやこれってなって、うん、15分ぐらいみんなで会議して当たった、そうそう、もうここは今こうどうなってんの、そうそう、ここはこうやったの、これかここはこうじゃないと思う、そう、解読する時間がありました今日は、はい、そう、うわぁ、びっくりしたびっくりしたぜ、全然入ってきた時見えてなかった、竹村さんです、松田くんおめでとう、ありがとうございます、流れいいよ、多いわ、吐き捨てるように言うなすごいな今の、あ、竹村さん、マネキンチャレンジか、竹村さんお疲れ様です、竹村さんお疲れ様です、ちっちゃっ、ちょっと全然声入れん、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様です、お疲れ様でした、今日松田くんの誕生日なんです、知ってる、知ってるで、知ってます、おめでとう、おめでとう、おめでとうやって、よかったな、ありがとうございます、おい、ああいいね、おい、もう誕生日のくらい終わって、で今日の稽古についてちょっと、そうなんですよ、あ、お誕生日の話多めにしちゃったね、もうすぐ動画終わろうかなってし、そうそうそう、じゃあ皆さん素敵なハロウィンをお過ごしください、はい、そう、ハロウィンや今日、あ、今日ハロウィンか、ハロウィンはいないですね、でも意外とここは、ね、ここは大阪梅田行ったらやばいな、いっぱいある、それでは皆さん、はい、気をつけて帰ってね、気をつけて帰ってね、はい、みんな何してるか分かんないですから、そうですね、はい、お気をつけて、ヴァンパイアでもなぎ倒しながら、はい、じゃあ今日終わりますね、バイブー、はい、バイブー、バイブー、バイブー。